友人ジ,ジョセフ・マッカーシーは、アメリカの政治家。連邦下院議員、連邦上院議員。所属政党は、民主党。1976年の大統領候補者。ミネソタ州、ワトキンス出身。連邦議会議員として、主に上院、下院の外交委員会で活躍する。マッカーシーは、リンドン・ジョンソン大統領のベトナム介入政策への、批判者、議会における、 ベトナム反戦活動の指導者として知られた。1968年の大統領選挙では、現職のジョンソンが民主党の予備選を勝ち抜き、指名を獲得することは確実と見られていた。マッカーシーはジョンソンに対抗して、ニューハンプシャー州予備選に立候補した。その際、彼は反戦を訴えかけ、多くの反戦運動家、学生の支持を集めた。 マッカーシーは、こうした学生、運動家を中心とした草の根の選挙キャンペーンで支持を広げた。この予備選で、マッカーシーは42%の票を獲得し、ジョンソンの得票率49%に肉薄した。この事態により、ジョンソンが身内である民主党員の支持を失っていることが露呈し、また、マスコミ各社はマッカーシーが事実上勝利したと判定した。 この結果、ジョンソンは大統領再生を断念して選挙戦からの撤退、本選不出馬を表明した。ニューハンプシャー州予備選後、民主党の指名争いは混沌とした様相を見せた。ロバート・ケネディ上院議員が立候補、最有力候補となったが、ケネディはカリフォルニア州予備選での勝利後、暗殺された。その結果、シカゴでの党大会で、 ヒューバーとハンフリー副大統領が指名されたが、ハンフリーはそもそも予備選に立候補しておらず、こうした選出プロセスは不透明であるとの批判を受けた。次の1972年の大統領選挙から予備選を全州に導入し、予備選の結果で外議員を候補者に配分する方法が取られることが、今日は民主の両党で決定されたのは1968年の 反省に立ってのことであった。1968年の後にも、1972年、1992年の民主党大統領候補予備選に立候補した。しかし、マッカーシーはこれ以降、民主党を離れて活動することが目立った。1976年に独立系の候補者として大統領選に立候補したのは、その端的な例である。 1980年の大統領選挙では、共和党のロナルド・レーガン元カリフォルニア州知事を支援した。2000年の大統領選挙では、緑の党のラルフ・ネーダー候補を支持した。2005年12月10日、ワシントン・ジョージタウンの生活支援施設にて、パーキンソン病と、その合併症のために逝去。89歳坊津。ありがとうございます。